父がいる、ウルトラの母がいる、そしてタロウがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。頭でも冷やしてなさい。いい年をしておねしょをするなんて恥ずかしいと思わんか。父ちゃん頼む、入れてくれよ。バカも甘えるな。やめてよやめてよ、槍でつっつくなんて卑怯だよ。何が卑怯なもんか。本当はな、お前みたいな弱虫に触れたらご先祖から伝わる家宝の槍に錆がつくわい。でも父ちゃん、俺本当に怖いんだよ。また人玉が出るかもしれないし。こじ抜け、おねしょを人玉のせいにしよって本当に情けない。それでも武士の子孫か。無理もないよな。母ちゃんが死んでから父ちゃん一人だもんな。俺のことが可愛いから。何を一人でブツブツ言っとる。静かにせんか。あれで明日は42歳なんだから嫌になっちゃうよ。そうだ、沼へって父ちゃんの好きな花を誕生日のプレゼントに取ってきてやろした飛び方から見ると人玉かな。まさか。しかし人玉を見た。恐ろしくて気味が悪いとはよく書いたもんだ。超現代的な科学設備の中で働くザットの隊員たちにとって、人玉を見たと言って怖がっている東の態度が滑稽に見えたのも無理のないことだった。おっと、はい、ザット本部。え、人玉？え、うちさ、俺本当に人玉を見たんだよ。おいおい、ここはザットだよ、怪獣退治のザット。おお、坊や、そういうのはね、いいかい、426-6342、子供電話相談室にかけてごらん。よく知ってるな、しょっちゅうかけてんだろ。いや。おい、しかし本当に気味悪くて、子供だったら夢に見てしまいそうでしたよ。ああ、東さん、あんたいくつになってんの？え？もう！朝っぱらから賑やかすぎるぞ。あ、諸君、新入隊員を紹介しよう。宇宙ステーション V9 へ転勤になった西田隊員の代わりに、
今日から諸君の仲間入りをする。上の隊員だ。よろしく。よろしくお願いします。先生、人玉のことなんですけど。あ、僕がやりましょう。あのね、人玉は輪が空気の中で燃えるときに出る炎のことなのよ。人玉の出る夜に必ず人がいなくなるんですけど。え、人が行方不明になるの？そりゃ大変ですね。あのね、人玉の出た夜のことをもう一度おまわりさんに相談してみてください。それで、人玉は輪が燃えるの。停電かしら。キャー、人玉だわ。助けて孝太郎さん。沙織さん、ごめんごめん。これなんだ。意地悪。姉ちゃんの矢虫もう知らないから。いや、実は人玉ってどのぐらい怖いものか見てみたくて。やっぱりランプでも見る人によっては人玉に見えるってことが分かったよ。本当に悪かった。ああ、うわあ、綺麗だな。そんな今さらお世辞だってダメよ。どうせ私はおかちめんこなんですからね。いや、その花コスモスのことだよ。チューリップ。え、いや、本官もあまりこういうことは得意な方ではないんですが、職務上やむを得んのです。しかし子供電話相談室の先生がそう言ったとなると、これは一応調べてみなくちゃなりませんな。うん、ごらんよ、父ちゃんだって怖いくせに。バカ言いなさい。ああ、びっくりした。この際一人でも多くの人がはっきりしたこと。ぼちぼち行きますぞ。しかし面倒なことになりました。待てよ。準備運動分かってるね。よし、足元気をつけてください。はいはい。失礼した。確か昨夜次郎がおねしょしたのは12時頃ですから、うん、間もなくですな。そうか。あの、俺おしっこか。うん、うん、ダメ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 。おまわりさんの前で何ですか。はしたまえ。いいいいいい、自分家の庭と同じようなもんじゃ。強化する。やれ。なんか聞こえる。なんだ、この先の熊谷さんですよ。あ、そう、よかった。たったいかん、様子を見るんだ、様子を。父ちゃん、早く早く。何やってんだ、早く来んか。うわあ、父ちゃんの助け目に。父ちゃん、じっとしてね。本官はな、お前さん呼んでくるから。いや違う、本氏はな、連絡を取ってくるから。ちょっと待ってくれ。いいな、そこに行ってくれ。父ちゃん、初めて見た。二条、俺が人玉を見たのもちょうどこの辺です。しかし驚いたな、人玉が怪獣の目ん玉だったとはね。あの少年の父親が飲み込まれたんですね。はい、次郎もかわいそうな子でして、昨年母親を病気で亡くしまして、これから一人でどうして暮らしていいか、それが心配でして。はい。しかしおまわりさん、あなたよく助かりましたね。あ、うん、それはもう私は勇敢に戦いました。父ちゃん、せっかく今日が誕生日だったっていうのに、俺が敵をきっと取ってやるぜ。坊や、父さんの敵は俺たちが取ってやるよ。どうしたんだい。何言ってんだい。ゆうべおじさんたちが人玉をやっつけとけばこんなことにはなんなかったんだぜ。俺、わざわざザットにまた電話したのに、子供相談室なんか教えてさ。あれは、
坊やだったのか。みんな矢口だから逃げちまったんだ。おい、どうだ北島。別に異常はなさそうですよ。さてやるかな。よい。おい、なんたることだ。勤務中に釣りなどして。いや、北島さん、まだ調査は終わっていませんよ。バカだな、お前は。人玉が怪獣の目だったなんて信じてたのかい。こうやって釣り糸を垂れるのも調査のうちですね。やっぱし異常は見られませんね。何、そんなバカな。確かにわしは、わしじゃない、本館ははっきり見たんだ。でも沼の底には死体の影すら見えませんよ。そんな、まったくどいつもこいつも。お、聞いてる。おい、上野、手伝え。俺、上野って呼んだって。上野、そう簡単に動くこいつなんだから。もうバカ、何してんだ。はっ、来た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 。これは、あ、これはこっちのもんでした。この沼の底に何かが潜んでることは確かなようだ。本部からペルミーダー2号を呼ぶんだ。まもなく現場に到着します。おお、あれが噂に聞く地底戦車か。ペルミーダー2号には俺と北島が乗る。他の者は地上に怪獣が現れた時の用意をしとけ。はい、待ってください。俺に行かせてください。この事件を最初に目撃したのはザットの中では俺です。あの時もう少し注意すれば次郎君のお父さんの事件は防げていたかもしれません。ですからどうしても俺に行かせてください。わかった。東、俺の代わりにお前が行け。ただし無茶は許さんぞ。はい。ウルトラマンナンバースリー、発進、幸運を祈る。了解、発進します。まもなく沼の真下になります。ロケット弾用意。了解。ここは怪獣の巣じゃありませんか。北島さん、あれを。冬眠用の餌かなんかにする気ですかね。畜生、とんでもない野郎だ。頭にロケット弾を打ち込みましょう。よし。よし、こうなったら最後まで戦ってやる。驚いたな北島さん。こうなったら体当たりで追い出すしかありませんよ。ああ、よし、はい、行きますよ。あ、
に揺れてきたの。地震と違うのこれ。下がってください。兵役用意。鬼山君はスカイホイール、はい、他の者は地上で応戦だ。はい、はい。手も足も出ねえ。くそ。父よ、父ちゃんの敵だ。来ない。待て。次郎君。次郎君。危ないから。もう地上に出てるんですね。追い出しには成功したんだけど。そうだ。ドリルを逆回転させれば。そうだな。やってみろ。はい。すんな。あとは俺に任せてくれ。だって父ちゃんは帰ってこないんだぞ。君はこんなことで死ぬ気なのか。君のお父さんは多分生きてるはずだ。なんだって。また俺のことを騙そうとして。信じてくれよ。俺はこの目で地下の怪獣の巣を見たんだよ。君のお父さんは俺が助けてやる。そんなことできるもんか。俺ならできる。だから君は死んではいけない。俺と約束をしよう。君は安全な場所へ逃げる。俺は君のお父さんを助ける。な。ありがとう。畜生。Yeah!
とこんなもんよ。おい北島どこだ。こ父ちゃん、俺の父ちゃんは帰ってこなかった。42じゃないぞ、わしは41だ。こいつ危ない危ない、まあ、危ないよ、食ったよ。こいつめ、おお、まだやっとるか。結構結構、それあら、開いた開いた。一つ間違ったって同じじゃないか。バカもん、わしは41だって言っとるじゃろ。待て、当たんか。捕まんないよ、B だ。待てこいつめ、 B だ B だ。さあ待て待て待て、それ副隊長、おお、生きとったか。コーヒーが入りました。お願いします東、サイン頼むな。お、森山君。はい。すごいんだってね、今まであれだけの腕を隠してたら。隊長、ようある鷹は爪を隠すですよ。どいつもこいつも腕っぷしばかり強ければそれでいいってもんじゃない、わかるね。高層ビルが次々と崩壊していく。現場にうごめく謎のオオアリの群れ。真昼のビル街を襲うオオアリ怪獣アリンド。ホエールが飛ぶ、ザッと危ない。一人果敢に立ち向かう光太郎。アリンドが迫る、頑張れ太郎、東京の街を救うんだ。来週のウルトラマン太郎、東京の崩れる日、みんなで見よう。